に行ったからね。さあフェンリッチに詫び続ける RPG になってしまうのか無線先輩。まあ昔からねここも腐るほどやってるから。さあ行け、シャーユーライ。さあうわフェンリッチが1ラウンド目から遊ばないだと。いやすかしてバレてんだよな。あの飛び方やりたくなるんすよね。あれスナイダー抜ける。うわ怖。あーなるほど。うわほっかあげ押し入れはどう。これかなり美味しいですねこれ。さあもう追いついた。だから赤のアクティブフロー。さあ使わせて。おおいやーこれきついっすよ。いやーあげる。ああまそっ。うわーいやーなんでなんでなんで上にいなかったじゃん。さあ1ラウンドはフェンリッチ。爆発してコーパンここで暴れる。後天トースターが上入れに逃げかな。ガードして中段はガードー。暴れ潰しがこれは昔からある暴れ潰しですね。バングといえばうわー怖いわー。あっ空流れている。いやーいやー勝ちにいった。ああやめたぞ。それ向こう行ってめっちゃ喜んでる。ほかげろ。いやあれやるためにはまあアキレス腱のアキレス腱はこのためにアキレス腱はこのためにやはり伸ばしてた感はある。出てくるのはフェンリッチ。イワシラグナ残しフェンリッチが出てくる。アズラエルにはまあどっちでもいいか。残ってるバルケンハインがいるからまあラグナは残すか。確かに。さあ時報時報戦開幕前ステージャンキャン素晴らしい。下段が通るフェンリッチさん。めくりジャムシーから攻め系 6A は当たらずバリチョクしておかげ。どうからの 3C2B これ相打ち OK なんです。6A が出ている。 6D からの何かを誘っている。さあ 8C 確認から吹雪やるものの思ったように2ターンにならない。ストライク出た。2A 暴れて。なんだなんだここミスが。うわあ中堅か。さあ空だ読んでいた。とりあえずジャン A 置いて一本から。これはおそらく飛んだの見てからボタン押したと思うんですけどそれ以上にジャニシーが速い。どうする無理心アズラエル。ここは 2A に直下昇竜仕込んでいた。負けじと打っていく。 6C から何もしない。パス読んでこれパスを。さあ前ジャンプジャンビー。いやーいやー貴様ではあいに遊ばれてる。すごいな。
さあ大将中堅。ああなんか猫が見えたぞ。出てくるはスーヤバルケンハイン、ウィキの人の弟子。まあしかし前のフェンリッチイワシおめでとう大会ではちゃんと札してますからね。フェンリッチイワシの2オンをちゃんとスーヤさんが2立てで殺してますから。さあ今回どうなるか。あー開幕触るのはスーヤバルケンハイン。中段ここは強気のシグ飛山戦2900。わあなんだ、フェンリッチらしからのミスというか。あー 6A スプロマット。さあ狼 B バリが張り忘れていた。オートリックを蹴っ飛ばして置き攻め、中段中段下段は飛んでいる。エスパかこいつ。さあ、らが痛い、あらが痛いが都心からのタジミー置いてる。さあ、まずは一本フェンリッチ刻んせん月に狼たち確定1800。さあ、狼シークする狼ゲージ回復しながらまずは一息中段立って。さあ狼男子がバリがされてるんで当たらない。行く行けない。さあプあれ当てたらフレームスはどうなんだ。あれ 6A ラッピーキャン、これはジャンディー凍らして 6A カウンター読んでいる。お好きなコンボ、お好きなコンボ、お好きなコンボ。さあフェンリッチ2打で勝ったのはザ・ファンチーム。あの魔女に伝えておけ、貴様の指図は受けないとな。カカフラやはりこのカグラ、いや犬にゃこ、カグラではなく犬にゃこ、この男最後まで荒らしていくのか、荒らしていくのか、立ちっぱなしていくのか。わあ犬にゃこが、犬にゃこが全身全霊をかけて覇者に挑む。昇竜拳飛ぶ飛ぶ、しかし 50% ある 6A 斬新、先に置いていた。どうなる、再臨撃飛んでいる。しかしダーチリエさあフェイタルだが減らねえ、これは確定ではない、これは確定。さあ人的にはどうだ、あと1回か。しかし後ろ受け身、あれ実は狩るの難しいです。あれ地味に無敵が長いので。さあ先手取るわ、まさかの犬にゃこ !2C! まこいて勝利権確定ではないが、逆に確定取られて 6A! さあ、どうなる画面端 !50% 持ったかぐら、ラストの置き攻めとなるのか、グーだけ 6A! うわぁ家こすってる。さあ非常に怖いこのガグラ、何してくるか全くわからない。竜王
仕込んでたこれ優勝ですゴーダサイ優勝ですおめでとうございます。うんいやあれいやあれはもうジャンシーにペペってやってリボタン押しててもう当たった瞬間に出てくるやつで、ピアノ